ザ・ストリーツはイギリスバーミンガム出身のラッパーマイク・スキナーによるヒップホッププロジェクトである。ザ・ストリーツことマイク・スキナー2002年アルバムオリジナルパイレートマテリアルでデビュー。当時アメリカを中心に世界的に全盛を迎えていたヒップホップシーンにおいてアメリカ勢とは違った英国のヒップホップを体現する存在としてストリーツの登場は 大きな賞賛を持って迎えられた。2004年に発表したセカンドアルバム、ア・グランドドンとカムフォーフリーでは、1枚のアルバムを通して、様々なキャラクターの青春群像劇を綴った。その高いストーリー性、文学性が絶賛され、全英1位を獲得。全世界で300万枚のプラチナムセールスを記録する大ヒットとなった。この際、 世界ツアーの一環で来日。フジロックフェスティバルへも出演している。その後、スターダムにのし上がった自らのヒアや,やセレブリティへの風刺をテーマとした、サードアルバム、The Hardest Way to Make an Easy Living を2006年にリリース。全英一位を記録した。2008年、4作目のアルバム、エブリシングイズボロ i ド』をリリース。2011年初旬、ミックステープ。 サイバースペースレッズと5作目のアルバム、コンピューターズブルースを立て続けにリリースする。その後、ザ・ストリーツの活動を休止し、マイク・スキナーは、ザ・ミュージックのロブ・ハービーと、新プロジェクトザ・ DOT を結成。2012年にアルバム、アンド・ザット、2013年に2作目、ダイアリーを発表する。2013年には、ザ・ DOT として、 来日公演も行っている。2017年、ザ・ストリーツとして、久々の新曲を発表。2018年に7年ぶりにツアーを再開し、復活を果たす。2020年7月、9年ぶりの新作となる、ミックステープ、ノンオブ・アス・アーゲッティング・アウト・オブ・ディス・ライフ・アライブを、アイランド・レコーズからリリースする。基地に富んだ歌詞とバラエティ豊かなトラックメイクは、 高い評価を得ており、デビュー当時は、英国のエミネムとも形容された。デビュー以降、英国を代表するラッパーへと成長すると同時に、後続のミュージシャンたちを、自身のレーベルに迎え入れたり、プロデュースを担当するなど、英国ストリート界をリードする存在としても認知、されている。畑こそ違えど、ハードファイアージオーディナリーボーイズ。 アークティック・モンキーズなどの気鋭のバンドで活況を、呈した2000年代中盤の UK インディ・ロック、シーンへ与えた影響も大きいと指摘されている。ありがとうございます。